エバレット・エバレットは、アメリカ合衆国ワシントン州の地理的な北西地に位置する中規模な都市である。人口は9万1488人で、ワシントン州の中で6番目に大きな都市となっている。1890年、チャールズ・コルビとコルゲート・ホイトラによって起こされた。エバレットの名は、チャールズ・コルビの息子にちなんで名付けられた。 グレートノーザン鉄道が開通した年の1893年5月4日に主張となった。エヴァレットは北47度57分48秒、成形122度12分2秒に位置している。アメリカが修国統計局によると、この都市は総面積123.4平方キロメートルである。 このうち84.2平方キロメートルが陸地で39.2平方キロメートルが水地域である。総面積の31.79%が水地域となっている。ボーイング社のエバレット工場ボーイング社が大型民間旅客機の主力組み立て工場を置いている。このエバレット工場に B787 型機の主要部品を届けるため、ボーイング社の特別改造貨物機が 日本の愛知県で製造される主翼などを乗せ、中部国際空港とワシントン州との間を頻繁に往復飛行しており、2010年代から B787 ファミリーの生産が軌道に乗ったことで、今後数十年は愛知県までの太平洋横断特殊貨物飛行は続く見込みである。US ギャザティアファイルズ 2010-2000&1990 ユナイテッドステーツセンサスビューロー、Bureau, http コロンスラッシュスラッシュ www.census.gov スラッシュジオスラッシュ www.gazetter スラッシュガゼット h t m l 二零一1年四月二十三日閲覧、ありがとうございます。